こんにちは、ひろゆき Z です。今日は新幹線の撮影のために福岡県内のあるところに来てます。山陽新幹線を撮影するためです。結構こんな風に森の林です。なかなか新幹線を取るのはなかなかやっぱ容易ではないですね。果たして新幹線来るのでしょうか。フェンス越しに新幹線を撮影できます。ちょうど来ればいいですね。新幹線来るみたいですね。トンネルゾーンみたいなのが聞こえました。先ほどの列車は上り列車でした。のぞみ号だと思います。16両編成です。新幹線来そうな音がしました。あ、来ます。N708 両編成、下り列車も1本取ってみたいと思いますね。もう一本来ます。あ、違いましたね。風が吸い込まれた音ですかね。あ、おお、すごいですね。やっぱトンネルに入ると空気が圧縮されてる音が聞こえますね。これがトンネルドンの理由なんですかね。すごいですね。上り列車は3本立て続けに行ったんですけど、下りが1本も来ませんね。この場所ですね、結構黄色スズメバチが多くてですね、非常に安全とは言えないところですね。なんか近くに大きい巣でもあるんですかね。下り列車をもう1本撮ってから撮影を終えたいと思います。新幹線が来そうなこの鼓動を耳を澄ましてしとかないと、もういつ来るか分かんないですからね。来るときは一瞬なので。下り列車がトンネルを出るのをちょっと楽しみに待ってる最中です。あ、来ます。風が強いですね。わ、すごい。トンネルドンですね、これは。
すごい。やっぱ新幹線来る前にこう食わず来ますね。わあ、これちょっとなかなかすごい経験でした。